ようございます。礼拝が始まります。皆さん祈りながら準備してください。ただいまから第3礼拝を始めます。最初に安原兄弟に代表してお祈りしていただきます。お願いします。ハレルヤ。天の父様、ありがとうございます。このように今日は少し寒いですけども、遠くから近くからこのところに集い、共に礼拝を持てるこの恵みをありがとうございます。イエス様、十字架の御業を感謝いたします。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても救いを受ける私たちには神の力ですと、ありがとうございます。主よ、どうぞこの朝もお語りください。しもべ聞きます。御言葉を取り継いでくださるところの菅原先生の上に豊かに油を注いで用いてください。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと、ありがとうございます。主よ、あなたの日々の恵みを心から感謝を申し上げます。司会者、総合者、保守者の上に豊かに油を注いで用いてください。これからの時間、聖霊に満たされて聖霊十万で怒られますように、はじめにあたりイエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございます。では皆さんご起立ください。唱詠を賛美します。使徒信条を告白いたします。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたま。これは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。詩編の朗読をいたします。詩編103編。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。アーメン。感謝します。それでは聖歌、417番賛美します。あなたの罪、過ちは始末されてあるか。神なるキリストイエスを信じ救われたか。罪を悔いて誰もすがれイエスに、イエスは十字架の血潮で罪を清めたの。あなたは毎日イエスのそばを歩いてるか。イエスの十字架を毎日
スに、イエスは十字架の血潮で罪を清めたもん。花婿となるキリストを迎えに出られるか、罪の尻のない服を毎日着ておるか。罪を悔いて誰もすがれイエスに、イエスは十字架の血潮で罪を清めたもの。少しでも罪の染みがついておったならば、イエスの血潮で白くし主に喜ばれよう。罪を悔いて誰もすがれイエスに、イエスは十字架の血潮で罪を清めたもの。アーメン。お願いします。私は働いてる、社会で働いてる、サラリーマンなんですけども、職場では毎日いろいろなことがありまして、日々戦いの毎日です。お勤めの方は、ね、それぞれ、いろんな、ね、職場のことあると思います。そうでない方も日々ね生きていく上ではあると思うんですけども、聖書の中にですね、荒野の40年間を大人たちはみんな屍を晒して死んでいって、ヨシュアとカレブだけが約束の地に入ったというふうに記されています。で、そのことは我々に対する警告であると聖書に書いてあります。40年間のね、その約束の地に入れなかったことを、我々を呼んで教訓にしないといけないと、書いてあるんですけども、でヘブル書の中にですね、なぜその40年の間に滅んでいった人たちがいたかということが書いてあるんですけど、3章にあるんですね。ヘブル書の3章にまた読んでいただきたいと思いますけど、いろんな奇跡を見たわけですよね、40年間でね。まずエジプトを出てから紅海を渡りました。すごい奇跡ですよね。海が分かれてイスラエルの人たちだけが海を渡って、エジプトの軍隊はみんな水に飲まれたというふうに記されてますけど、すごい奇跡です。それから40年のその荒野で食料をどうするのかと、それが毎日天から降ってきたというふうに記されています。すごいことだと思いません？ですがその恵みと祝福を全然認めずに不平不満を言って神様に信頼しなかった人たちが、荒野で死んでいったというふうに聖書は記してるんですけども、でそれはヘブル書では不信仰のためだったというふうに結論付けてます。ですから皆さん神様にね信頼して生きるということが大切なんだということを私たちね認識しないといけないと思うんですけど、毎日いろんな職場の中ででもですね、いろんな奇跡が起こります。祈ったら問題が解決されることたくさんあります。いつも私は助けられて主に感謝なんですけども、大きな問題が起こるとそのことを忘れてしまうんですね。でいつも不安になって神を見なくなります。その問題ばっかり見るようになります。そのことで心の中がいっぱいになって、真っ暗、お先真っ暗みたいになるんですよね。ある人にこんなことを聞いたことあります。雨の日とか嵐の日とか
地上ではありますよね。真っ暗な日もあります。厚い雲に覆われて真っ暗な日がありますけれども、雲の上は毎日晴れてるんですよね。雲があるから太陽の光が遮られて暗くなるんですけど、雲の上はね、毎日快晴なんですよ。毎日晴れてるんですよ。これ本当なんですよね。そうですよね。そうなんです。でもそこがわからないんですよね。見えないんですよね、その暗闇の中にいると。だけど、神様はいつもね、私たちに祝福をくださってます。その雲で目が曇らないようにしたいと思います。はい、それでは、ハレルヤ神の聖女という曲を一回賛美して交換の時にします。ハレルヤ神の聖女で神を褒めたたえよう。道からの大空で神を褒めたたえよう。その太陽の御業のゆえ神を褒めたたえよう。優れた偉大さのゆえ神を褒めたたえよう。それでは皆さん挨拶してください。褒めたたえよ。その大能の御業のゆえ神を褒めたたえよ。優れた偉大さのゆえ神を褒めたたえよ。ハレルヤ神の聖女で神を褒めたたえよ。道からの大空で神を褒めたたえよ。その大能の御業のゆえ神を褒めたたえよ。優れた偉大さのゆえ神を褒めたたえよ。もう一度させてございます。ハレルヤ神の聖女で神を褒めたたえよ。道からの大空で神を褒めたたえよ。その大能の御業のゆえ神を褒めたたえよ。優れた偉大さのゆえ神を褒めたたえよ。主の霊が激しく
祝福注がれる。すべての汚れ焼き尽くされ、主の栄光だけがこの地を覆う。手を挙げて主の皆高らかに叫べ、常しえに輝く真理の愛と光。その時主は砂漠を水で満たされ、潤され生き返る。今ここに、今ここに主の霊が激しく望まれ、力火のように熱く注がれる。すべての汚れ焼き尽くされ、主の栄光だけがこの地を覆う。手を挙げて主の皆高らかに叫べ、常しえに輝く真理の愛と光。その時主は砂漠を水で満たされ、潤され生き返る。手を挙げて主の皆高らかに叫べ、常しえに輝く真理の愛と光。その時主は砂漠を水で満たされ、潤され生き返る。今ここに、今ここに主の霊が激しく望まれ、力火のように熱く注がれる。すべての汚れ焼き尽くされ、主の栄光だけがこの地を覆う。手を挙げて主の皆高らかに叫べ、常しえに輝く真理の愛と光。その時主は砂漠を水で満たされ、潤され生き返る。手を挙げて、手を挙げて主の皆高らかに叫べ、常しえに輝く真理の愛と光。その時主は砂漠を水で満たされ、潤され生き返る。生き返る。アメン。ハレルヤ。主の栄光。主の慰めがシオンを覆い、すべての廃墟を覆い、荒野を生かし砂漠を潤す。主の園のようにされる。主の慰めがシオンを覆い、すべての廃墟を覆い、荒野を生かし砂漠を潤す。主の園のようにされる。楽しみ喜び感謝歌声、
なく満ちあふれ御霊に触れられ新しくされる主イエスの皆に永遠に栄光あれ。主の慰めがシオンを覆い、すべての廃墟を覆い、アラノを生かし砂漠を潤す主の園のようにされる。楽しみ喜び感謝歌声絶え間なく満ちあふれ、御霊に触れられ新しくされる主イエスの皆に永遠に栄光あれ。楽しみ喜び感謝歌声絶え間なく満ちあふれ、御霊に触れられ新しくされる主イエスの皆に永遠に栄光あれ。主の慰めがシオンを覆い、すべての廃墟を覆い、アラノを生かし砂漠を潤す主の園のようにされる。楽しみ喜び感謝歌声絶え間なく満ちあふれ、御霊に触れられ新しくされる主イエスの皆に永遠に栄光あれ。楽しみ喜び感謝歌声絶え間なく満ちあふれ、御霊に触れられ新しくされる主イエスの皆に永遠に栄光あれ。イエスの皆に永遠に栄光あれ。すべての疲れた人よ、重い悩みを今主よ、私の心に触れて、あなたの御腕に抱いてください。前に出て行こう。
べてを今手放そう、今主よ、私の心に触れて、あなたの御腕に抱いてください。今主よ、私の くれるから、今主よ、私の心に触れて、あなたの御腕に抱いてください。私の心に触れて、あなたの御腕に抱いてください。あなたの愛に飛び込みます、必ず受け止めてくれるから、あなたの腕に飛び込みます、必ず受け止めてくれるから。今主よ、私の します。どうぞこの礼拝をお受け取りください。神様、私たちに日々、力を与えてください。聖霊様をお使わしください。聖霊様どうぞ共にいてください。力を与えてください。お願いします。この礼拝でも主をあなたに期待します。この礼拝で奇跡を見せてください。神様どうぞ問題のある人に解決を、病のある人に癒しを与えてくださいますようにお願いします。また語られる先生を祝福してください。今日も先生を通して主をどうぞお語りください。お願いします。これは最後まで主をあなたに見ていただきます。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
ね、今はエリアの時言葉を叫べ、今はしもべもべの時主の御が帰る、闇と上と剣そこにあっても砂漠の中で声が叫ぶ、主の備えをせよ、見よとられる雲に乗り火のようにラッパの音で声を上げよう、飛べる年にシオンから救い、今はエリアの日、今はエリアの日、御言葉を叫べ、御言葉を叫べ、今は下根の根の時主の日だ、そう、闇と上と剣そこにあっても、砂漠の中で声が叫ぶ、主の備えをせよ、見送られる雲に乗り火のように、ラッパの音で声を上げよう、呼べる年にシオンから救い、今はエゼキエル、今はエゼキエルの木、乾いたお願い木、今はしもべがみれの時シャが蘇る、今は収穫の日、畑は色づき、働き人は宣言する、主の御言葉を見よとられる、雲に乗り火のように、ラッパの音で声を上げよう、呼べるの年にシオンから救い、今はエゼキエル、今はエゼキエルの日、乾いたそう日本が行きます、今はしもべだけの時サビがよみがえる、今は収穫の日、畑は色づき、働き人は宣言する、主の御言葉を見よとられる、雲に乗り火のように、クラッパの音で声を上げよう、飛べる年にシオンから救い、今はデボラの日、今はデボラの日、立ち上がり備えよ、神の娘エステの時あれにを取りなせ、神の人よ起きよ、敵を食い止めろ、私たちは日本のデボラ、この日のために生まれた、見よとられる雲に乗り火のように、ラッパの音で声を上げよう、呼べる年にシオンから、他に神はいない、2回、他に神はいない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 、雲に乗り火のように、ラッパの音で声を上げよう、呼べる年にシオンから救いが来る、シオンから救いが来る、シオンから救いが来る。見よ、私はすぐに来る、私は盗人のようにやってくる、マラナタ主イエスよ来たりませ、マラナタ主イエスよ来たりませ。今日も聖霊によりて、私たちの救いに主イエスキリストと愛する御子を私たちの罪の許しのために十字架に
おかけになるために惜しむことなく天の御座からお使わしになられた天のお父様の上に誉れ賛美栄光礼拝喜び感謝すべての生き物を今日も力いっぱい豊かに豊かにお捧げいたします。ハレルヤエイメンアーメンアーメン。おはようございます。今年で、この秋一番の、ね、寒い朝を迎えております北国では30センチ40センチの積雪も予想されています。今週また来週と寒い日が続いていますけれども、まあ、例年よりも、ね、ちょっと寒さが早く来ているのかなと思います。まあ、街中ではクリスマスの歌が流れてきたりテレビの CM ソングの中でもクリスマスの歌が流れてきますので、そういう季節だなと思います。また神戸市は神戸開港150年ということなんですね。1867年、ですから大政奉還からちょうど150年になるのかな。で、神戸市のメリケンパークですね、メリケンっていうのはアメリカのことですね。アメリカンがなまってメリケンパークになっちゃってるんですけど、メリケンパークに富山県氷見市から150年の樹齢のアスナロの木、高さ30メートルの木をもう今日終わって食事終わってると思うんですね。こういろいろとこの飾り付けもするようですけども、世界で一番背の高いクリスマスツリーだそうです。でニューヨークのロックフェラーセンターの、ね、スケート場があったりしてね、そこに大きなクリスマスツリーあるんですけども、そこでも20メートルぐらいの高さらしいですね。ですからまあ話題になって、ルミナリエも来月の、ね、早々から始まりますので、ルミナリエコースからメリケンパーク、どっちから始まる、どっちから始まっていいんですけど、まあ、一つの、ね、回遊コースとして、みんなにも親しまれて、まあ、ありがたいことですね。神戸市が大米のお金を使ってイエス様の誕生日を祝ってくれるんで久本喜蔵さんありがとうという、まあ、そんな感じなんですけども、まだ今日ね神戸マラソンがあって、ちょっとねこちらに、この南北新長田の南北が2時間近く閉鎖になってて、トップランナーはもう十何分頃にはですね最初出発して、ちょっと私ちょっと気になってサンテレビが多分やってるだろうと思ってサンテレビをかけたら、その時に新長田のガードしたトップランナーが通ってて、その後、鉄人28号のところを通ったら、その時にテレビつけて確認したらそういう場面だったのでね、あ鉄人28号だと思ってですね、見ながらしておったんですけども、まあもう交通規制も解除されてるかどうか分かりませんけども、そのような季節になっております。まあ、毎年ねこの時期に神戸市がですね、今はそういうこのジョギングの好きな人が愛国がたくさん増えてて、どこどこねマラソンするとたくさんの参加者があるようですけどもね、まあ、怪我のないようにと思っています。さあ、少し教会のこのことについて触れますと、今週は親友聖会がありますね、癒しの集会で、水曜日は午前と午後あるんですけども、普段祈祷会の中で聖霊神学校もやってます。でその聖霊神学校の一環の中で神様による癒しですね、病気が癒されるということを大々的に表に看板に出しまして、で病気のための癒しがなるようにということで親友聖会をいつも集会をしておりますので、皆さんご自身もそうですし友達も連れてきてくださって、教会であなたの病気のために病気が治るようにイエス様になれて祈ってくれるから行きませんということでね、誘ってくださればやっぱりみんな誰でも病気を早く治したいと願っていますので、イエス様に出会う時の一つのね、本当に高いニーズがありますので、まあ、イエス様は聖書の中でもう全ての病人を癒したという記録があるんですね。ものすごい力がイエス様を通して働かれたんですけども、その同じ聖霊の力がね、今も私たちクリスチャンを通して癒しの技がなされると私たちは信じて行動していますね。そのようなことで親友ディヴァインヒーリングってね、世の中のヒーリングって今いっぱい一般化されていろんなヒーリングがあるんですけども、聖書はあえてディヴァインヒーリングって言葉を使うんですよ。ディヴァインっていうのは神聖なって意味があってね、世の中のヒーリングとこう一緒くたにされるんで、あえて親友聖会ですね、
ディヴァインヒーリングですね、このような言葉でやっておりますので、ぜひ利用していただければと思っております。毎月第4水曜日がそのような日であります。それから今日はですね、句会があります。俳句会をね、久しぶりにして、関口佐和子さんが1月6日に本当に60歳の若さで天に、がんが原因だったんですけども、天に召されて、行かれまして、まだ私たちもね、印象が強いし、たくさんの方々が本当に俳句を楽しんでご指導いただいたんですけども、もう亡くなられて11ヶ月経つんですけども、まだね、掲示板も残ってるし、あまりにもね、思い出が大きいので、寂しい気持ちもあるんですけども、今日は午後2時から牧室で、久々に、その佐和子さんのお友達であった、俳句の達人の人が、牧師さんでもあるのかな、進学生、同志社大学の進学生を卒業、進学を卒業されたクリスチャンの方が、トネさんと言える方が今日来てくださって、佐和子さんを偲ぶという意味を込めて俳句会をまた再開しますので、よかったら参加していただきたい。その前に5つぐらい俳句作らないかんですね。ちょっとおかしい、作ってなかったですわ。今からメッセージしながらこう考えながらなってないかそんな嫌なことできないですけど、シールバランでパパッと5つぐらい即席で作ろうかなと思ったりしています。はい、そういうこともございます。あとは、そうですね、先週金曜日にアシアマリナコンサートで、マレロッソのレストランで美味しい食事をいただきながら、白澤恵美さんもすごく歌唱力が素晴らしくて、聖歌関係を3曲ご自分のオリジナルって言ってもやっぱりゴスペルのオリジナルですね、とそれから一般の人々がよく馴染んでいるような歌3曲でも9曲ぐらいリクエストしておったんですけども、本当に聖歌もね、輝く日を上げるとき、またアメージングレースとかですね、その素晴らしい賛美を捧げてくださって、またご自身のゴスペルのね、オリジナルも捧げてくださって、一般の歌は3つありましたね。旅愁、風景ゆく秋のよって、ね、それから美空ひばりさんの、ね、ああ川の流れのように、それからもう一つは見上げてごらんっていうね、これで新しかった方が、全く新しかった方が20人余り来ておられましたので、すごくやっぱり馴染む歌もあったし、またメッセージもね、お語りさせていただいて、3点セットでね、メッセージと賛美と美味しい料理と3点セットで恵まれて、また来年もね、似たような時期にできたらいいなと素直に思っております。60人余りの近くの方々がお見えになられて、ゴスペルフラもですね、素晴らしいフラダンスも披露してくださって、明日からなんかフラの方々はハワイの方にご旅行にお出かけになるということで、教えてくださる先生シャロンさんという人がハワイに帰っておられてね、その指導者を訪ねて、4、5人の方々が行かれるというようなことですね。土曜日に帰ってこられるんでね、旅路の無事が守られますようにね、奉仕を感謝いたします。そういうことがありましたということですね。さあ、今日はですね、早速聖書の言葉に心を寄せていきたいと思いますけども、第3週はキリストの再臨と世界の終末というタイトルでお語りすることになっています。黙示録がテキストになっていますけども、ちょっとね、この上論に書いてるんですけども、この世界の終末というのは世界の政治情勢とすごく深い関わりを持っているんですね。それは聖書を見ればそう書いてるんですね。で、ハゲタカの集まるところには死体もあるとかね、イチジクの葉っぱがね、新芽が出てきたらあなた方夏の近いこと分かるでしょっていうようなね、ことで、これ霊的な表現なんですけども、イスラエルのこととかですね、また世界のさまざまな社会現象とかで、ね、政治的な動きともですね、キリストの再臨の前兆としてですね、自然界がね、自然界がおかしくなっていく、地震が増えたり飢饉が増えたりとかですね、戦争が増えるとかね、民族同士が対立するとかね、偽キリストが現れるとかね、そして世の中の愛が冷え切ってしまうとかね、そのような
ことは私たち今周辺に起こっているわけですけれども、そのようなことが起こり始めるとあなた方は、ね、目を覚まして主のね贖いの日が近づいているから、ね、しっかりとイエス様から目を離さないでいなさいというような聖書のお言葉があります。ちょっとねこの序文だけ読んでいきたいと思います。トランプ大統領が来日された11月5日でしたね、もう2週間前になりますけども、安倍首相と息の合った仲の良さが世界に発信されました。北朝鮮への圧力をさらに強めて核ミサイル開発を放棄させるように一致しました。日本とアメリカは一蓮托生の関係になっています。一蓮托生ってね、生きるも死ぬも栄えるも滅びるも一生みたいな関係やねっていうのを一蓮托生って言うんですけども、自由と人権を守るという同じ価値観に立っていますので、日本に米軍基地があっても日本国民は受け入れています。そうですよね、沖縄に基地あるし、東京の首都のすぐそばに横田厚い基地があって、横須賀軍港があって、さらに三沢があって、岩国があって、佐世保があるとね、沖縄は言わずもがなですね、多くの米軍基地があるんですけども、私たちはそれを恐ろしいとあまり感じたことないですよね。なぜかアメリカを信頼してるからでしょ、ね、そういう信頼関係があるわけですね、まあ、信頼といえば信頼だし、一蓮托生の関係でもあるわけです。で、日本の米軍基地があっても日本国民は受け入れています。アメリカを信頼してるからです。日本は政治的には自由に行動できますが、軍事的にはアメリカの支配下、まあ、下請けにあることは現実です。戦争に負けてアメリカがソ連や中国からの共産主義が拡大することに対して、防波堤として日本列島に軍事基地を置いたことが始まりですと。防共ラインですね。日本列島はちょうど今のロシア、当時のソ連、中国 の、 この太平洋に出る出口を台湾も入れると塞ぐ格好になるんですね。だからアメリカにとっては国益になるわけです。日本にたくさんの軍事基地のお金を払っても、軍隊のお金を払ってもアメリカの国益にかなうと判断して日本に基地を置いているんですね。昭和25年、1950年に朝鮮動乱が起こって、キム・イルソンを先頭に立てて、ソ連が兵隊を一緒につけて、そして、朝鮮半島がですね、この今の韓国がですね、下にまで追いやられて、プサン近くまで、共産軍によって、キム・イルソンの兵隊によって、ね、こう大変な目にあったんですけども、マッカーサーが今のインチョン空港の近くにですね、上陸して、国連軍として、そして、この共産軍を押し返してですね、5年後に今の38度線をですね、パンムンジョムがありますけれども、あの38度線を境にして、北朝鮮と南の韓国がですね、この体制が違った国家がですね、南北縦断されて、今もあって、その北朝鮮は今も共産主義の思想をですね、拡大しようとまして、共産主義による南北統一をですね、今も試みようとしている、まあ、そういう状況が今の世界にもある、韓国の半島にもあります、朝鮮半島にもありますけれども、そのような、この防共ラインとしてのですね、日本のそういう軍事基地が、アメリカにとっては有益であると。いうような状況ですよね。で、その昭和25年の朝鮮動乱が起こったときにですね、マッカーサーはこの日本の憲法を作ったときにですね、9条の中にもう理想的な憲法を作ってですね、戦争の放棄、一切の軍隊、陸海軍の軍隊をですね、準備しないと、武器を用意しないと、そういうことをやったんですけども、現実はですね、その戦争から5年後にそういう朝鮮動乱が起こってですね、やっぱり軍隊が必要だということで警察予備隊というのを作って、その警察予備隊が今の自衛隊の元になっているというような状況ですよね。ですから、この憲法を、ね、今どうするかと、自衛隊を明記すべきだと、いろいろとあるようですけれども、とにかくそのことがあったので、日本に再び自衛隊という名前の書いた軍隊であることは間違いないですね。名前の書いた軍隊が今も存在しているということでもあるわけです。で、キリスト再臨を前に、これからの世界のパワーバランスの中で、
いいですか。次はイスラエルを起点、これがポイントね。聖書の預言から見ると世界の政治情勢はもうかなりイスラエルが軸なんですよ。イスラエルが起点なんですよ、ね、イスラエルを起点として米国、日本も同調、中国、ロシア、EU、中東、このね5つですね、5つの地域の力関係によってこれから世界の情勢が大きく当然左右されていくということが考えられているわけです。で、黙示録にはですね、ちょっと黙示録書いてますけども、その中でどうぞ皆さんね、これからの世界情勢の中でやっぱりいつも言ってますように、イスラエルのことについての情報が非常に少ないですよね、日本ではね、非常に少ない、ね、ですから日本の新聞だけではなかなかイスラエルのことが あまりにも情報が少ないんで動きがつかみにくいんですけども、私もそういう情報が入ってきたらこういうことを通じてですね、皆様にイスラエルの情報もお伝えしたいなと思うんですけども、要するに聖書の預言から見るとそのようなイスラエルの動きを通してキリストの再臨の時期というんでしょうか、それが近いということが理解できるわけです、そういうことを思いながら今日も黙示録の中から見ていきたいなと思います。今日は7つの教会の中の5番目のサルデスという教会のね、ところから見ていきたいと思います。7つの教会は皆さんね、何遍もやってるんですけど、覚えてるというか、言えますかね、行きましょうか。エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキア、ね、この7つがそうなんですけどね、サルデスですね、はい、サルデスって言ったらちょっと変に聞く、サルデスって、サルデスって言われるね、はい、サルデス、3章の、ね、1節から読んでいきましょうか。3、はい、またサルデスにある教会の見つかりに書き送れ、神の七つの御霊および七つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが実は死んでいる。目を覚ましなさい、目を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。だからあなた方がどのようにまた聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守りまた悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ私は盗人のように来る。あなたには私がいつあなたのところに来るか決してわからない。しかしサルデスにはその衣を汚さなかった者が幾人かいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩む。彼らはそれにふさわしいものだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。そして私は彼の名を命の書から消すようなことは決してしない。私は彼の名を言い表し、私の父の御前と御使いたちの前で言い表す。耳のある者は諸教会に言われることを聞きなさい。このね、最後の言葉は七つの教会どこでも最後にあるんですね。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。アーメン、ね、皆さん耳が終わりでしょうか、ね、終わりですね。でもちろんね、物理的に、ね、聴覚のお重な方もいらっしゃるんですけども、しかし私たちは霊の耳を持ってますね、心の耳を持ってますね。御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。ハレルヤ。私たちはいつも御霊が聖書を通して私たちに語ることに耳を傾けなさい。ハレルヤ。私たちはそのことのためにね、私たちは教会に来るのは共にね、賛美を持って主を礼拝することと、主が今日聖書を通して菅原牧師から何を語ろうとするのか、皆さんそれを聞くために来られてますね。しかもメッセージの時間は賛美の倍の時間を取ってますよ。ですから御霊が諸教会に言うことを聞きなさい、ね、私たちはこの聖書を通して主は何を私たちに語っておられるか、このことに耳を傾けることが私たちのですね、生活の中心となって、いるわけですね。で、私たちは信仰というのはね、ヘブルの11章の一節見ると、信仰とは望んでいることからをね、確信し、まだ見ていない事実を保証することであるというね、有名なヘブルの11章一節ありますけども、信仰別の言い方すると、信仰とはいいですか、聖書に書かれていることが全て私個人に書かれていると信じ受け入れていることです。言いましょうか。信仰とは、
聖書に書かれている言葉がすべて私個人に書かれていると信じ受け入れていることです。アーメン。だから私たちは聖書の言葉を通して目に見えない神様と個人的な絆ができています。いいですか。もう一度言いますね、はい、聖書の言葉を通して目に見えない神様と私は個人的な絆が結ばれています。アーメン。聖書の言葉を自分個人に語られていると信じているですね。それが信仰ですね。それがクリスチャンですね。聖書の言葉あるらしい、みんなのためにあるらしいです。そういうことじゃなくて、私まず自らが自分の、ね、主から語られ、自分に対して主が語られた言葉だと信じている。それがね、信仰であるわけですね。だから私は目に見えない神様ですけれども、聖書の言葉を通して私たちは神様と深いコネクションと信頼関係があります。アーメンね。御言葉なんですね。御言葉が、御霊が諸教会に言われることを耳のある者は聞きなさい、まあ、そういうことですね。でこのサルデスの教会なんですけども、この教会は歴史的に言うならば宗教改革の時代のことを予言しているんじゃないかなって考える解釈する人が多いんですね。で七つの教会ね、先ほど言ったようにあったんですけども、それはこれからやがて起ころうとしているですね、この世界の教会の歴史的な潮流、トレンドを、流れを予言してるんじゃないかというふうに解釈する方々も多くいらっしゃるわけですね。そういう流れから見ると、テアテラの教会は長く続いた、ね、千年近く続いたカトリックのヨーロッパにおける教会の一極支配、その中で教会が堕落していく、そのようなことについて、テアテラの教会は予言されている。でサルデスは何かというと、その、ね、神様と言いながら実態は神様の教えから遠く離れてしまっていたけれども、一部の人々によってその間違いが正されていくということを予告している、予言している、宗教改革の時代を予言しているんじゃないかなって考える、解釈する人はとっても多いんですね。で私はそのような解釈についてアーメンだという気持ちがありますので、その解釈に基づいてですね、今日も皆様にお語りするんですけども、ただ皆さんね、予言っていうのはこれが絶対正しい、私の皆さん解釈が正しいの、これを言い出すと非常に危ないんです。私はこの解釈を受け入れます、信じます、それは OK です。でもこれが絶対正しいなんて言い出すととんでもないことになりますからね。予言ですから解釈の仕方によって右や左のブレの幅がものすごい広いんですよ。人によってはもう再臨なんて終わってる人いるんですよ、ね、あなたイエス様ここなく受け入れたでしょ、あなたここなくイエス様来られたでしょ、それが再臨やんなんて言い切る人たくさんいるんですよね。でも私たちは再臨はそうじゃないよ、ね、聖書をよく見ると心の中に来られる私がイエス様を受け入れた、それが再臨と私たちは理解してませんね。文字通り、ね、聖書に書いてある通りですね、多くの人々がそれを仰ぎ見るとありますので、そのような形で主が再臨されると信じて、皆さんこの再臨だけでもめちゃくちゃブレが大きいんですね。だから予言っていうのは解釈、人の解釈によってすごい幅があるよということなんですけど、ただ私たちは大事なことはこの予言はやはり聖書全体を見ながらバランスよく理解する。アメン。極端な理解や解釈をすると異端に走るケースがよくあるわけです。注意しないと、まあ、いけないんですけども、さあそんなんでですね、少し見ておきたいなと思います。この中でね、死んだあなたの行いを知っていると、ね、2節あたりであるでしょ。あなたは生きているとされいるが実は死んでいると書いてるんですね。で、この宗教改革がなされる前の、ね、キリストの教会はヨーロッパ中心でしたけども、皆さん見た目はね大教会、見た目は荘厳なゴシック建築ですっごいね教会ね、キリストの、ね、姿を、キリストの栄光臨在を表すような、ね、荘厳な街道が立っていて、そして立派な僧侶たちがたくさんいて、ね、
一見見た目には教会が栄え、そして繁栄して生きているに見えるけれども、実は死んでいるよ。霊的には死んでいるよ。見た目にはみんな宗教が熱心で栄えて、カトリックが本当にね、すごく繁栄したように見えるけども、霊的には死んでいるよ。そういうこと言ってるんですよ。アメン、ね、だから教会は、聖書の言葉を最も権威ある書物として、心からそれを受け入れていることが大事ですよね。だけども、その当時のカトリックはそうじゃなくって、ね、聖書の権威よりもローマカトリックの教皇様の考え方の方が力があると、そのような考え方が当然に受け入れられていたわけですね。そのことをここで言っているのかなということですけども、さあね、ちょっと私のこの文章を見ますと、死んだ行いに注意しよう、ね、サルデスの教会は長く続いたカトリック一極支配構造の予告とも言えます。熱心に見える行いも実は死んでいることを忠告しています。形式だけの人間の見せかけの行動、宗教儀式参加で満足する信仰のことですね。私たちも現代において、私たちにおいてもですね、ただ礼拝に参加しているだけで満足する信仰者にお互いになることがないように祝福をお祈りいたします。教会に来ている時だけがクリスチャン、教会行かれたら世の中に、そうじゃなくって、私たちはもう四六時中主にあって神の子供です ね。私たちはこの聖書の言葉を教会の中で聞いて励まされて、そして私たちはそれらの教えや神のですね、恵みを聖霊の力をいただきながら、それで置かれている主の立場、職場、ね、サラリーマンいっぱいありますけども、それらの職場においてですね、私たちはキリストの証人として大胆に力強く証しするものであるように祝福をお祈りいたします。アメン、ね、隣の人はちょっと言いましょうか、あなたは教会に来てる時だけクリスチャンじゃないよね、ちょっと。もしあなたは世の中で活躍する、アメン、言いましょう、職場で活躍しよう、はい、学校で活躍しよう、アメン、ね、恋人にも伝えようとかね、いろいろ、とにかく私たちはそのにして、ね、見た目の儀式、見た目の荘厳さじゃなくて実質が大事ですよと、ね、神の言葉を本当にね、受け入れて聖霊とともに歩むことですね。言いましょう、聖霊様ご一緒に、イエス様の栄光を表していきましょう、アメン、そういうことですね、はい、で、そういうことですね。でこの中で次にある言葉は、あなたが獣、衣を汚さなかった人たちが何ですか、数幾人かいると書いてるんですね。でその中で幾人か、この幾人かがいわゆる宗教改革を命がけで霊的なリーダーをリーダーとして活躍した人たちを予言してるのかなって言われてるんですよ。でそれはこの中の3番目に私書いてるんですけど、衣を汚さない人たち、宗教改革時代の勇気ある信仰のリーダーたちのことかって書いてるんですけど、多分そうだろうと。マルチン・ルッターとかね、ジョン・カルバン、まあ皆さんこの2人ぐらい知っておいてください。他のね、人いっぱいいるんですよ、いっぱいいるんですけども、皆さん一般的にはやっぱりマルチン・ルッターとジョン・カルバンですわね。皆さんジョン・カルバンまで言ったら、あんたよく歴史知ってるなって言われると思いますわ。ルッターは大体ね中高でちょっと歴史かじった人はルッターぐらい知ってるんですよ。何したん、いや宗教改革やーってね。何を改革したん、いや知らんけど宗教改革や、そういう感じ。何や、分からんけど宗教改革やってね。要するにね、カトリックからプロテスタント分かれたことなんですけども、皆さんね、だからジョン・カルバンまで言ったら、おおんとえらい詳しいなーっていう感じですね。皆さんジョン・カルバンはフランスの人でね、ジュネーブで活躍したんですわ。ね、このジョン・カルバンの書いた本が、ですね、今の資本主義の元になるようなことが、それがオリジナルって書いてある。資本主義はこの、そういう意味で言ってカルバンの書いたものはルッターよりもさらに多くの人々に影響を与えているという人もいるくらいすごい人物ね、ジョン・カルバンね。もう20歳の終わりにね、もう世界の歴史を、ね、動かすような、そんな書物を表すような、もうすごい男なんですけど、
まあそういうね、そういうことです。まあそういうことだろうと。で、今日はね、この盗人の家に来るというね、この言葉にちょっと注目して、まあ、いるんですよね。で、3章の、これは、5節、3節ですか、ね、もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来るよ、ということですね。この盗人の家に来るという、この黙示録の教会を見ると、私は行くよとかね、そういう言葉が結構、目につくんですよ。問題意識持ってみるとね、あ、ここにも書いてるわ、あ、ここにもあるわ、ということを皆様にちょっとご披露したいと思うんですね。まず黙示録の2章の5節からいきましょうか。ですね。3、はい。それで、あなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまう。そうですね。これはエペソの教会に対してね、私はあなたのところに行くよって行ってねってね、私のところに行ってねってこう書いてますね。それから次に、2章の16節ですか。3、はい。だから悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。そうですね。ここはですね、ペルガモの教会に対して、ね、悔い改めなさいよと。もしそうしなかったら、私はすぐにあなたのところに行くよってね、言ってるんですね。私が行かなくても、ね、ちゃんと備えをしなさいよというようなことですね。行くよって、まあ、警告的な意味で書いてますね。その次は、まあですね、2章の2章の25節ですかね。3、はい。ただあなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさい。うん、そうね。私が行くまで、行くまでって書いてますね。しっかりと持っていなさいって書いてますね。さあ次に行くと、3章の3節は今読んだところですね。はい、あ、まあ、行きましょう。盗人に来る、今、ね、読んだところですね。次行きます。で、飛ばします。3章の11節。3章の11節。3、はい。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。そうですね。このサルデスの教会には、盗人に行くよってね、言ってるんですね。このフィラデルフィアの教会は19世紀の頃のプロテスタントの宣教がアジアにアフリカにものすごく広がった時期のことを大宣教時代、ね、大宣教時代と言われるんですよ。日本では明治の頃ですわ、ね、アジアにたくさんの、ね、欧米から宣教者派遣された、その時代のことをフィラデルフィアの教会は予言していると考えられているんですけども、皆さんね、見渡してすぐに来るよって言ってるんですよ。もうすぐに来るよっていうね、うん、だからこの黙示録はキリストの再臨の前の罪を悔い改めてしない傲慢な人間に対する地上における神の裁きが予告されて、まあ、いるわけです。ですからすぐに行くよ、すぐに来るよ、ね、用心しなさいよ、盗人に行くからね、ちゃんと身を覚まして起きてるんだよっていうね、霊的な意味で起きてるんだよと、まあ、そういうことがね、ここで警告されて、まあ、いるんですね。皆さん、ラオデケの教会どうかしてます？ラオデケの教会読みましょうか。3章の20節。3、はい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をする。アーメン、ね。ここでもう、どうなんですか？行くよとか来るよと言ってないですよ。戸の外に何ですか？立ってるって。もうあなた来てるよって言ってるんですよ。皆さん、ラオデケの教会は20世紀、21世紀の教会だと言われています。それ当てはめるとね、ピタッと来るこの霊的なこの状況がね、まさに20世紀、21世紀、まあ、私20世紀ですけど、この霊的な状況は全くね、符合するんですよ。ピタッと合うんですね。皆さん、今はこの予言から言うと、私たちはラオデケの教会の時代に住んでいるというふうに言えるんです。それは同時にイエス様が遠くに来て、あなたの心を叩いてるよ、もうすでにあなたのところに来て叩いてるよ、そういうことをね、ここで言っているわけですね。そんなふうにして、ね、この主がもう来ている、そういう時期でもあるんですけども、さらにですね、皆さんね、16章の15節も見ていきましょう。
さん、はい。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。そうだね、裸で歩く人ってね、これはね、霊的に全く裸であるっていうね、義の衣、罪の許しの、ね、白き衣を着ていない、罪人のまんまで、汚れたまんまで歩いている人のことを霊的に指すわけですね。私たち皆さん一人一人はイエス様によって罪を改めて、罪許されて、義の衣、白き衣が着せられている人です。アーメン。隣人に言いましょう、あなたは白き衣、義の衣が着せられているよって言ってあげてください。アーメン。いや、私今日赤いんけど、そんなことはいいんです。そんなこと今日はガラガラ、そんなこと言ってないです。あと霊的な意味で白き衣、義の衣を着せられていますね、うん。このようにして私盗めてに来るよとね、イエス様言ってるんですね。だからクリスチャンにとっては聖書を知ってますから、盗人に来るってことは私は知ってるわけです。アメン。世の中の人々は全くそういうことに無頓着ですから、まさに聖典の霹靂ですね。盗人が突然やってくるようにしか感じられないんですけども、私たちは盗人に主がやってくるからね、注意しようねと言って心の備えができることはクリスチャンの特権ですよね。私たちはこの聖書の予言から見ても主が近いなということを、さまざまな前触れ、前兆からサインから皆さん見て取ることができるでしょう。主は近いですね。本当に私は近いと思ってますよ。アーメン、ね、何年何月そんなことは言いません。でも私は何月そんなこと言わないですけど、私なりに個人的に皆さん、これは OK なんです。自分個人でこの頃に主は来られるようになって思うのは OK。 アーメンですか。私は多分2000何年頃に来ると思うわ。それはいいんです、個人個人で思うことはいいんです。ただそれをみんなに標榜して、だからあんたそんな人はダメで、人にまで押し付けると、それはみんなアウトになるんですね。私は私なりにですね、この頃に主がお見えになるんじゃないかなって思っています。ただ単に直感的なものじゃなくて、それなりのやはり根拠を持ってそう思っています。でもここではあんまり言いません。その言葉だけ一人挙げして、菅原牧師は何年主が来ると言ってたいって言われるんでね、個人的にお聞きしたかったら、そっと私なりの悟りをご披露いたします。でもその日に絶対来るとは、そんな愚かなことは言うつもりはありません。私はこの頃に主が来るんじゃないかなって思ってるんですよというレベルの言い方でしかもちろん言えないしね、それなりに私は思っています。愚の話です。アメン。はい、さあそういうことですね。さあ皆さんね、このところがさらにマタイのね、24章の42から50ですね、見ていきましょう。まあ皆さんね、何度も言ってます、再臨の信仰はすごくね、心高められるし、こう信仰燃えるんですけど、こう燃えすぎてね、何年何月に来るってもう一回出てくるんですよ。これはキリスト教の歴史でも何回も同じ過ちを繰り返してるんですよ、ね、もうリバイバルされる国であればあるほど、韓国もね、何年か前にそういうこともあったし、とにかく信仰が熱く燃えるとキリストの再臨にやっぱり到達して、今言ったように日にちまで特定してしまう。これは皆さん全てダメなことです。アメンですか。そういう人について言ってはいけないんですよね、うん。私たちは本当にそのことを注意しないといけませんね。それがたとえ、ね、すごい癒しの技が起こる先生、その先生の予言はすごい的確で、すごい神の器だ、すごい霊的な人だ、だからあの先生の言うことだから、あの何年何月何日は間違いないって、皆さんこれは全部ダメなことです。皆さん雨でしょうか、ね、皆さんイエス様でさえこう言われたでしょ、ご在世当時ね、ね、いつ私ね、主の日が来るか私は知らない、父だけが知っておられる。アメン。皆さんイエス様でさえも言われたんですよ、父だけが知っておられる秘密中の秘密だよって言われたんですよね。でもそれは2000年前のイエス様のご在世当時にイエスはそう言われたわけであって、今はイエス様は当然ご存知だと私は思います。皆さんアメンでしょうか。そこから2000年経ってますからね、イエス様の手に帰られて、そしてお父様からいつご自身がこの地上に戻ってこられるかということは、今主はご存知だろうと、イエス様はね、と思いますけどもね、聖書の中にはその日にちは当然特定されてはいないわけです。ただ前兆があると注意しなさいよというレベルでしか警告は与えられてはいないですね。
さあお読みしましょう。24-42-53。はい。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がいつ来られるか知らないからです。そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。アーメン。あなた知らないよ。でも思いがけない日のね、思わない時間に帰ってくるよ。だからいつも身を覚ましているんだよ。いつも聖書に親しんでいるんだよ。いつも、ね、イエス様と親しい、ね、絆を結んでいるんだよということを言ってるんですね。目を覚ますって神様といつも生きた関係にあることが目を覚ましているということです。アメン。いいですか、言いましょう。目を覚ましているとは、イエス様と生きた関係にあることを言います。アメン。生きた関係ですね、はい。テサロニケの第一の5章の1節から11節ですね。これはね、再臨について結構詳しく書いているのが第一テサロニケなんですけども、ちょっと読んでいきましょう。3、はい。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っている、そのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできない。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のように、私たちは分かってるわけです。盗人来るからね、注意しようねと分かってるわけです、ね、特定はできないけど。はい、次いきます。あなた方皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。ですから他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう。神は私たちが御怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ですからあなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。アーメン、ね。主の日が盗人にやってくるよ、平和で安全だって言ってる、その時に突如として滅びがやってくるよと警告を与えてるんですね。だから、まあ、その時代やから、ね、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。主が近いからもう、ね、普通に生きててもバカらしいって、ね、自分のしたいことをして、そしてそのような生き方じゃなくって、私たちは主の日が近いからよりクリスチャンとして、社会人として、また家庭人としてしっかりと秩序を守りながら平和を築くものでありますように祝福をお祈りいたします、ね、何度も言ってることなんですけども、明日主が来られるかもわからない。だけどもね、ある素晴らしいね、神の教会のリーダーは、歴史的な人はこのように言いましたね。明日イエスが来られるとしても、私は今日リンゴの苗を植えていきます。ハレルヤ。私たちはそのような落ち着いた生活をいつもなさいますように祝福をお祈りいたしますね。主が近いから貯金なんかしてもあかんで、主が近いから保険なんか入ってもあかんで、主が近いから結婚してもあかんで、主が近いから子供産んでもあかんで、そんなことは言わない。アメン。ね、主が明日来られるかもわからないけども、今日結婚式があれば、私たちはその結婚の日を喜びます。アメン。祝福ありますように。非常にね、この秩序ある落ち着いた生活が必要なんですよね。でも再臨信仰が行き過ぎると、私たち日常生活を破壊するようなことを平気で言い出すんですよ。これは皆さん注意していきたいと、まあ、そう思うんですね。さ あ今日のメッセージ最後ですね。命の書って言葉が皆さんありましたね。ちょっと覚えてますか。命の書って言葉あったでしょね。この命の書から名前を消すことがない、ね、消してしないっていうのがね、5節にありましたね。ちょっと皆さん、命の書ってことをちょっとスポットライト当てて、皆さん聖書の中に何箇所か命の書という言葉があるんですよ。まあ、これあえて言葉を変えて表現するならば、
天の戸籍と皆さん思ったらより分かりやすいかな。皆さん天に戸籍がありますか？アメン。アメンやね。アメンやね。天の戸籍がまさに命の書ですよ。でいつ書かれたの？そんなん知らんけど神様勝手に書いたんじゃん。そうじゃなくて皆さんね、あなたがイエス様を告白してはっきりとね、神の前に人の前に信仰告白をしたときに、皆さん命の書につまり天の戸籍にあなたの名がはっきり記されています。アーメン、ね、この命の書、ね、天の戸籍とは聖書に書いてないんですけど、わかりやすく私が天国の戸籍と、まあ、あえて言い換えたんですけども、皆さんこの命の書のことを見ていきましょう。黙示録の13章の8節お読みしましょう。はい。地に住むものってほふられた子羊の命の書に世の初めからその名を書き記されていないものは皆彼を拝むようになる。子羊の命の書に、ね、書き記されていないものは彼を拝むと。彼って何か知ってます？反キリスト。この世界キリストが来られる前に必ず一人の人物が登場することは聖書を予言しています。それは反キリスト、アンティクライストですね。反キリストが現れて、この反キリストは世界の人々を魅了する素晴らしい魅力ある政治家であるけれども、ある時を境に反転してですね、3年半独裁政治を行って、そして自分を神として拝ませて、自分を拝まない者は全部殺してしまうというね、とんでもない人物が現れてくることが黙示録の13章あたりから皆さん出てくるんですけども、そのね、彼の当てがえられた数字は666ですわ。彼は666という数字、暗号的に書かれてね、謎めいた言葉です。彼の名は666でもあるって書かれてるんですけども、その反キリストですね、その反キリストをみんな拝むようになると。でも命の書に名を記されているものは信仰を語って彼を礼拝しないということを予言してるんですね。何ヶ月かのうちにそのあたりまで、まあ、行くんだろうと思いますけども、さあ17章の8節いきましょう。3、はい。あなたの見た獣は昔いたが今はいません。しかしやがて底知れぬところから登ってきます。そして彼はついには滅びます。地上に住む者たちで世の初めから命の書に名を書き記されていないものは、その獣が昔はいたが今はおらず、やがて現れるのを見て驚きます。獣ね、反キリストね、昔いたが今はいない、しかしそこを死ぬところから再び登ってくるよっていうなことを書いてるんですね。でそして、世の初めから命の書に書き記されていないものは、その獣はの、ね、もう滅びを見ると書いてるんですけども、ここにも命の書という言葉が出てきます。さあ20章、今度は20章の12と15見ましょうか。3、はい。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されていると従って自分の行いに応じて裁かれた。アーメン。私たちはこの命の書の中にあることに従って、主は私たちをですね、裁きをされる。私たちのでも全ての悪しき罪はイエスの血によって悔い改めて許されていますから、私たちは自分の過ちやまた間違った行いについて主は私たちをお裁きになることはないんです。アメン。イエスの血によって私たちの罪は全て許され清められていることを宣言いたします。聖書の約束ですからね。さあさらに見ていきたいと思います。27節でしょうか。3、はい。しかしすべて汚れたものや憎むべきことと偽りを行うものは決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてあるものだけが入ることができる。そうですね、これは天のエルサレムね、都のことを言ってるわけですけども、子羊の命の書に名が書いてあるものだけが入ることができる。私たちはこの命の書に名前が記されていることを固く信じ確信します。アーメン、ね、さあ最後にですね、20章のね、はい、ルカの福音書の10章20節の中にすでに命の書
という、ね、言葉が書かれているんですね。これイエス様が言われたんですね、はい、だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びます。アーメン、ね、天に書き記されて、まあ、この言葉から私は天国の戸籍なんて言い方したんですけども、これイエス様の弟子たちがね、イエス様のお名前を使って悪霊に命じると悪霊が去っていった、あるいは病人が癒されていったというね、十二弟子たちがそのようなイエス様の力をこうして素晴らしいことを体験したわけですけども、弟子たちは嬉しかったですね。イエス様、あなたの名を使ったら悪霊が従いましたよ、あなたの名によって病人が癒されましたよ、すごいですねって言って、ね、宣教レポートしたんですよ。そしたらイエス様は何て言ったんですか、ね、悪霊が従うからといって喜んでいきません、むしろあなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。ハレルヤ、ね、弟子たちもすでにこの時天にその名が記されていることが分かるんですけれども、私たちもイエス様を本当に受け入れて、そしてイエス様を見上げて歩いているここにいらっしゃる全ての方々が命の書に名前が記されていることを宣言いたします。アーメン。隣人に言ってあげましょう、あなたの名は天に記されているよって言ってあげる。ハレルヤ、アーメン。そのように何の功績もない罪深い身勝手な自己中心的な貪欲になりやすい私たちなのにもかかわらず、なぜそうなったんですか。イエス・キリストの十字架です。イエス・キリストの十字架です。言いましょう、イエス様の十字架、イエス様の十字架、イエス様の十字架、これが全てです。このお方のゆえに罪人の私が今日今救われているんです。功績はイエス様にあります。私には何の功績もありません、何の遺産もありません、すべてはキリストの恵みです。だから自慢にはなりません。イエス様の栄光がありますように。天のお父様、ありがとうございます。今日もこうして命の書に名が記されていることを固く確信いたします。一人一人の信仰をさらに強めてください。心からお願いいたします。今日の恵みを本当に主よ感謝いたします。見よ、私はすぐに行くよ、盗人のように行くからね、身を覚ましているんだよと、このようにして私たちに語りかけてくださるイエス様、ありがとうございます。私たちは今日の司会者も言っておられたように、本当に私たちはいつも主から目を離さないで、本当に主だけを見上げて、問題に心を奪われやすいものであることは確かなんですけれども、しかし私たちはその問題のはるかその後ろにあるイエス様を見上げて見つめてまいります。祝福してください。感謝して主の御名によって祈ります。アメン。聖霊の満たしと癒しのためにお祈りを捧げて いきたいと思います。求める方はその場にお立ち上がりくださればと思います。天のお父様、今日お一人お一人が祝福されていることをありがとうございます。聖霊の満たしを受けることを願っています。イエス・キリストの名前によって聖霊を受けよ、聖霊を受けよ。油注がれ、喜んで主に仕え、旧霊のものに与えられ、家族の救い、友の救い、同胞の救いのために用いられ、イエスの名によって大胆に病人のために手を置いて祈ったら、病人がどんどん癒されますように、どんどん癒されますように、一人一人用いてくださって、予言の言葉も添えて与えられていきますように。否定的な悲観的な思いを追い出し、前向き肯定的な思い、そして告白なされ、その告白通り実現しますように。聖霊様を歓迎します、お迎えします、追い出ねします、明け渡します。聖霊様ご一緒に今週も考え、計画し、判断し、決断し、行動し、イエス様の栄光を表してまいりましょう。もし大切なことで間違った判断、決断、行動しようとしていたら、教え、示し、あるいはストップをかけてください。よろしくお願いいたします。続いて癒しを祈ります。どうぞ癒しの箇所に手を置きましょう。
星山雅子さんね、3週間ほど前に、小野の方でね、交差点で交通事故に遭われましたけども、その加害者もすごく親切な優しいいい人で、60歳のご婦人、60歳ぐらいのご婦人だそうですけども、その方もね、本当しょっちゅう見舞いに来られて、しばらく全然意識なかったんですけども、目が開いてね、そして自分は語ることできないんですけど、こう目で何か合図できる、こう言ってることは目で合図できる、そのような状況にまで回復しつつあって、一般病棟に、ね、移っておられるということです。で、守られますようにね、さらに回復しますように。天の父様、イエスキリストの皆によってお一人一人に癒しを宣言します。あなたの言葉に従って癒しを宣言します。私は主であってあなた方を癒すものである。イエスキリストの打たれた傷によって癒されたり、病人の人がいますか、その人たちは長老を招いてオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。そうすれば病気は癒されますと。イエスキリストの皆によって癒されたり、癒されたり、骨骨、関節、筋肉、骨髄、血液、血管、皮膚、細胞、遺伝子、神経、ホルモンのバランス、どうぞ全ての臓器に触れてください。癌から癒され、難病指定の病から癒されていきますように。イエスにとって不可能なことがないことを宣言いたします。私は主であってあなたを癒すものである。イエスの名によって癒されたり、癒されたり、癌から癒されますように。祝福を宣言いたします。一人一人を守ってください、癒してください。家計の呪い、罪の呪い、主性の呪い、すべてを断ち切ります。今しい記憶からのプレッシャーから断ち切ります。長く続いている経済的な負の遺産のプレッシャーからの解放を宣言いたします。日本の君を打ち破ります。皇室の上に祝福が注がれて、神様、皇居に賛美歌が流れ、礼拝堂が建てられ、陛下ご夫妻がイエスキリストの皆によって国民の平安と繁栄を祈ることができる、そのような歴史的な改革がなされることをイエスの皆によって宣言いたします。日本のあらゆる領域におけるリーダーたちから名もなき庶民に至るまで神の救いが成就しますように。圧倒的な神の力を宣言し、イエスキリストの皆によって祝福をお祈りいたします。アーメン。主に栄光あります。ハレルヤ。アーメン、アーメン、アーメン。私たちは全能の神様に愛され、その方に信頼しています。アーメン。献金の時といたします。天の父様、今から喜んで十分の一、聖願、感謝、礼拝ごとの捧げ物を捧げます。どうぞ受け入れてくださって、あなたご一緒の栄光とこの教会の必要のために尊く用いてください。天における報い、地上における報いをありがとうございます。どうぞ一人一人を豊かに顧みてくださって、驚くような経済的な体験を主よ、よろしくお与えください。お願いいたします。経営しているお仕事、ビジネス、クリニック、ご商売のように特別な祝福、発展、繁栄、資金繰りが守られていきますように。勤めている職場を祝福し、人間関係のストレスから守ってくださって、しかし様、その職場の組織のトップの方の上に豊かな祝福がありますように。就職活動の道が開かれ、個々の経済が、家計が守られ満たされていきますように。安倍首相と政府閣僚、公共管理を祝福し、この方々が平安と神の力をいただいて、良い内政外交、特に北朝鮮との関係が戦争することがなく、平和のうちに問題解決し、そして拉致問題が麗しく解決していきますようにと祈ります。異教徒の中から大勢の方々が集団でキリストのもとに立ち返ってきますように。迫害されている教会とクリスチャンが守ってくださって、神様、どうぞ迫害者の中からかつてパウロが変えられたように、多くの人々がキリストのもとに立ち返ってきますように。エルサレムと聖地には平和と繁栄と霊的な回復がありますように。今週も一人一人覚えてくださって、事故、災害、災い、凶悪な事件から、特に交通事故の加害者、被害者に会うこともなく、公共の乗り物の事故から家族や会社の方々も含めて安全の上に守ってください。子どもたちも悪いものの上に止まることがなく、また災いや大病や事故やインフルエンザからも守られていきますように。さあ、聖霊様、あなたのこの群れ、この町々、この民族、この世界をご一緒にリバイバルし、福音化してまいりましょう。主イエスキリストのお名前によって、天のお父様にこの捧げ物をお捧げいたします。アーメン。ハレルヤー。
ハレルヤ。語り伝えよ再び主の地に現れたもの。語り伝えよこの世は皆主に帰する近きを。帰りたまえおなる主、長谷はこぞりて迎え。帰りたまえおなる主、切にまずまらなた。仰ぎ見ましよ救い主の愛に輝く御顔。仰ぎ見ましやよ人のため傷を受けし者手を。帰りたまえおなる主、長谷はこぞりて迎え。帰りたまえおなる主、切に待つ花嫁に。ご起立いただきまして主の祈りを捧げましょう。天にいます、我が父よ、皆をたたえます、御国よ、この地に来たらせたまえが。日ごとの糧を与え、我らの罪を許したまえ。心に合わせず悪より救い出し、海と地から栄えはとこしえに主にあり。アーメン。国と地から栄えはとこしえ主にあり。アーメン。恋仰ぎ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神様のご愛、聖霊なる神様との親しき交わりが御前にあります会主お一人お一人の上、また世界中の中でさまざまな苦しみの中にあられるすべての方々の上にも今からとこしえまで豊かに豊かにありますように。どうぞご着席ください。ちょっとね時間をしました、すみませんでした。今日区会がありますのでぜひね、はい、分かっています。信頼会社の方々のご紹介させてください。拾った先生と言ったらいいんでしょうか、ロックアイランドでですね、牧会をしておられるんですけれども、奥様のみつる様とご一緒に今日共に礼拝を守ってくださいました。拾った先生ご夫妻です。ロックアイランドですね、感謝いたします。それから藤川ゆかさんのお友達で李恵子さんの牧師様となってるんですけど、牧師様です、感謝します。ハレルヤ、感謝いたします。というようなことでしょうかね。はい、はい、聖歌隊の練習がございます。
2点ほど連絡させていただきます。牧師室、今週はですね、牧師室を男性のための食事場所として開放していただきますので、ご利用ください。はい、2時まで使いますので、交わりの場所として男性の方ともに集まってね、おしゃべりしながら恵まれて食事をしましょうということです。牧師室に男性お集まりください。祝福ありますように。シャロン、シャロン、シャロン、エイメン。